はい、今回昨日ですね、発表があったレックサス新型レックス一部改良に関する追加情報が何点か入ってきて、改良後スペックで改良内容と特約使用者、あと発売時期の方ですね、判明して、でまずは現行型の時系列を簡単に。現行発売したのが2022年1月12日ですね、4代目として登場、発売を開始で、それから半年足らずで7月1日にですね、生産能力を大幅に上回る受注を受けていることから一旦ですね注文停止、それから受注停止になってですね、現時点でもオーダーストップのままで2年3ヶ月ですね続いていて、だからもう現行登場して1回も今のところですね会場がなくて、今回初めての一部改良ですね。一部改良にしてはですね、変更点が多くて、まあ新パイントの追加とかシングレードの追加があってですね、ちなみに去年の LX の累計販売台数ランキング、まあランキングはですね50位圏外で、51位以下に関してはランキングが分からなくてですね、販売台数が3004台ってことなんで、月間にして250台前後ですね販売されていて、で改良後スペック新型 LX700H のですねスペックも判明して、全長 5m10cm、 全幅 1m99 の全高 1m88.5、 エグゼクティブだけですね、 VIP 使用者だけ全高 1cm 開け高くて 1m89.5cm で、ホイールベースが 2m85cm の車重、その新パワートレインのハビットですね、 700H に関しては車重 2780kg ということが判明して、ガソリンターボが 2540 か 2600kg なんで、若干ですね車重は重ためで、最低地上高が 20cm か 21cm、 エグゼクティブだけですね地上高が高くて、で最小回転半径が全グレード 6m ですね、まあ、取り回しがしにくいボディサイズ、最小回転半径となっていて、でエンジン LX600 ですね、 V6 3.5リッターガソリンターボ、エンジン415馬力、 650Nm、 66.3kg で、ハビットに関してはですね後で紹介して、で駆動は全車4駆、トランスミッションですね全車10速オートマ、ダイレクトシフト10速オートマですね、で最新燃費、ハビットに関してはですね燃費の記載がなくて、600に関してはガソリンターボ8キロパリッターから 8.1 キロパリッターですね、オフロード仕様と若干燃費が違って、乗車定員は基本的に5名乗車から7名乗車なんですけどね、 VIP グレードのエグゼクティブだけですねフロントにリアニーの4人乗車仕様となっていて、で改良点、1つ目は新パイントですね、まあ、前から言われていた 700H が追加、新ハビットシステムで LX は代々培ってきた信頼性、耐久性、アクロスと発生を電動化においても守り抜くことを第一とした新しいパラレルハビットで、エグゼクティブとラグジャーにですね設定されて、改良前ラグジャーっていうグレードないですけどね、まあ、追加されて V6 3.5リッターツインターボにですねモーターが加わって、10速オートマ、フルタイム4駆、トランスミッションとか駆動方式もですねガソリン車と一緒 で給電機能、非常時給電ですね 1500W または2400W までですね給電可能となって、で2点目走行性能、新装備、新機能の追加、 JF プラットフォームですね改良実施、レクサスならではの走り、レクサスドライビングシグネチャーのさらなるレベルアップし、より優れた走行性能へ、実質新装備としてですね 12.3 インチ大型フル液晶メーター、フロント席にリフレッシュシートを入ってですね、エクトシフトマチックを採用して、で置くだけ充電も進化して、急速充電に対応して、従来型ではリアセンターコンソールのみだったエグゼクティブですね
フロントセンターコンソールにも新設定して、で3点目予防安全装備のアップデート。安全装備に関して最新のレクサスセーフティシステムプラスに進化。フルアクティブダイビングアシスト、デクルコン、ピークアッシュセーフティ、レンジパーチャルアート、ドライバー上位タイシステムがですね、アップデートが図られて、で、高度運転支援機能のレクサスティームメイト、アドバンストドライブが全車標準装備、採用ですね。で、さらにハビットですね、アドバンストパークが設定されて、で、4点目、シングレードにオーバートレイルですね、LX にも設定、NX、GX についてですね。GX まだ10月11日時点でも発売日の方はですね、判明してなくて、専用装備を設定し、オーバートレイル専用色としてムーンレザートですね、設定。全6色をラインナップ。で、インテリアの方もですね、専用内装色としてオーバートレイル仕様のモーリスを設定して、で、あとはセンターでフロックに加えて、オーバートレイル専用にフロントリアのディファレンシャルロックを設定。ただ価格の方ですね、GX みたいに分かってなくてですね。もう GX でもオーバートレイル1235万するんで、LX だとですね、1500万超えてくる可能性が高くて。で、シャル価格。LX600 が1250万から1800万という現行車の価格ですね。まあガソリンターボの方もですね、新装備新機能とかアップデートが図られたりするんで、数十万ぐらいですね。もしかしたら100万近く値上げする可能性もあって、ね、700H に関してはですね、まだ価格の方は判明しなくて、車体スペックと車重の方はですね、分かってるんですけどね、燃費とか価格の方はまだ分かってなくて、まあ予想としてですね、1400万から2000万ぐらいなんじゃないかという予想価格で、で、発売時期、レクサスは2024年10月10日に LX の一部改良を発表、で、12月ですね、発売を開始へ、まだ日にちまでは分かってないですけどね、先ほど紹介した通り、GX の価格と発売日もですね、気になりますよね。GX のオーバートレイル仕様しかまだスペックとか価格の方ですね、判明しなくて。はい、今回レクサスのフラッグシップ SUV、LX に関する一部改良の情報として、改良後スペックで改良点と価格と発売時期について紹介しました。